のシルビー、この子を徹底解説していきたいと思います。ローラさんといえば環境問題にすごく関心を寄せていて、昨年にサスティナビリティを意識したライフスタイルブランドを立ち上げましたよね。しかも約2年立ち上げにかかったそうで、こだわりが詰まっているのが分かりますよね。実はラクサスもサスティナブルファッションの一つで、みんなでバッグをシェアリングすることで大量廃棄の問題を解決することができます。しかもおしゃれも楽しめちゃうので一石二鳥ですね。はい、それではバッグの特徴やコーデ紹介などしていきます。それじゃあ早速スタート。シルビーは2017年の春夏コレクションで発表されてから今までずっと人気を保ち続けているバッグの一つです。グッチの伝統的なゴールドのメタルチェーンとバックルが2色のストライプと組み合わされていて、華やかで目を引くショルダーバッグです。普段使いはもちろん、バシッと決めたいパーティーなんかに持ってもいいですね。表面はホワイトレザーで高級感が溢れてます。太めのショルダーストラップなので長時間持っても負担がかかりにくいです。ストラップが意外と短めなのでショルダーで持ってもらうのがおすすめです。リボンにすると可愛らしさがまたぐんとアップしますよね。ちなみにローラさんはこのリボンで使ってました。ローラだよ。バッグの中はこんな感じ。ベージュのスウェード素材です。背面側にファスナー付きのポケットが1つ付いてます。バッグの中にこちらを入れてみたいと思います。中に物を入れるとこんな感じです。必需品は完璧すっぽり入りました。あとエコバッグとかイヤホン、ワイヤレスイヤホンとかも入りそうですね。形がしっかりしているので物の出し入れがかなりしやすいです。カラーバリエーションはこちら。このサイズのリボン付きは全部で4種類あります。他にも小さいサイズのものだったり、ロープストラップのものなどたくさんの種類がありますので、ぜひアプリをダウンロードして検索してみてください。いかがだったでしょうか。今回はローラさんが愛用しているシルビーの紹介でした。ぜひこのバッグを持って憧れのローラさんになりきっちゃいましょう。ラクサスでは今日ご紹介したブランド以外にも60ブランド4万種類のバッグを取り揃えています。そして動画を見てくれたあなた限定にラクサスを楽しんでいただける招待コードを概要欄に貼っておきます。ぜひアプリをダウンロードしてお得にファッションを楽しんでください。この動画がいいなと思った方はチャンネル登録と高評価お願いします。それじゃあカエルでした。バイバーイ。